さて毎月第3第4火曜日でお伝えしています測る大切のコーナーですが今朝もこのスタジオにはカメラを用意してラジオが見えるということになっていますラジオ放送終了後にはラジオ関西の動画配信コーナーまたはコープ神戸商品検査センターのホームページからもご覧いただけます今朝は商品検査センターの井川正光さん先週に引き続いて大上博さんにお越しいただきました おはようございよいよ6月も後半を迎え暑さも一段と増してきたんですけれど今日は「はかる大切プロジェクト」からのイベントについてのご紹介。 ということでの「このかる大切プロジェクトもです、ね、あの2017年になるんですけどあの10月、えー、ちょうど商品検査センターが50周年を迎えたということでスタートした取り組みで、はい、2> 今2年目を迎えています。食習慣を測るこれの東京大学とコラボしながら BDHQ という仕組みを使ってです、ねはい、調査をするあと、えー、各あのコ p プの店なんかも中心にあの健康測定会 でこれでまあ体を測る、あとあの検査センターではあの実験教室なんかをして測ってみようみたいな、うん、まあいろんなのものとかです、ねはい、人を計測するということで、まあ、健康づくりになるきっかけとか、まあ、測ることに興味を持っていただく取り組みとししててスタートしています、はいね、この番組にもあのゲストでいろんなあの方にお越しをいただいてプロバスケットボールチームの,の西宮ストークスのそうです、ね、谷口選手このスタジオにお越しいただきましたよね。はい あのその西宮ストークスあの残念ながら B1 昇格というふうにはならなかった<ー>、えーまあ、地元に根ざした、ねまあ、取り組みをしっかりされているプロチームということで、はい、まあぜひ来季こそはですねその B1 に昇格できるように、はい、まあコープ神戸も応援をしているというところになります。はい、でそこであの、まあ、この夏なるんですけどもコープ神戸の組合員を対象にですね、はい、特にの小学校の3年生から6年生、はいうん のお子さんにお集まりをいただいて、はい、えー、まあ、夏休みの企画でですね、うん、えー、子どもバスケットボール教室これを開催したいなというふうに思っています。これはプロ選手に学ぶ夏休み子どもバスケットボール教室ということなんですね。はいはい、あの今年の8月末からでしたか。はい、確かあのプロバスケットボールそのバスケットボールの世界大会、ね、ワールドカップが ででで開かれるんでしたねね、はい、そうです、ねはい、自力で本戦出場を果たしたのが21年ぶり32チームが8つのグループに分かれた戦いだったかと 思いますけれどもそうですよ、ね、なんかあの日本がこうなかなかそう決勝に行くかどうかいうこういう、まあはい、タイミングで、えー、ワールドカップの時に、うん、えーと神戸も応援しながら西宮ストークスというふうになりましたので是非、はいえー、西宮ストークスには頑張りつつあの日本もですね応援するということで、うん、えとなんか、はい、日本はですねグループ E というところでトルコチェコ アメリカ日本がグループに入ってるということでなかなか相手は強いところのようなんですけども競合の中に入ってということですかそうですねこの上位にまでに入ると初の決勝トーナメント進出ということになっていますか。井川さんはバスケットボールの経験は今すごくバスケットボールの話したんですけど全然経験がなくてやったことがないですね。 私はあの中学校の時部活ちょっとかじってまして、はい、まあ基本動作はできるんですけども<い>人に教えるほどではないでですねもやっぱりああいうその、ね、リングのところにこう、ね、手が届くかっていうような今はもう選手がたくさんいるようになりましたからね。 で小学生中学生の間の部活とかまあその体育の授業なんかでもえっと男女問わずみんなさんがされるまあ種目をいうこともあってすごくまあ人気のスポーツなのでぜひまああの今回の夏休みの子供バスケットボール教室の時にはですねあの着ていただけたらなというふうに思っています。はい漫画にもなりましたのであのダンクシュートとかねあそうですねああいうねあの憧れたりするそうです子供たちも多いでしょう。そうですねだからそういうなあのアニメからねあの興味を持たれた方もたくさんいらっしゃるでしょうしぜひあの プロのスポーツ選手と一緒にというところでこれが西宮市を本拠地とするプロバスケットボールチームの西宮ストークス、はい、この西宮ストークスの選手にバスケットボールを学ぼうという夏休みの思い出企画でもあるわけですね。はい、え日時ですが8月の24日の土曜日の朝10時から11時半までお昼前にはおど、えー、終わるという1時間半の催しになりますね。 これが生活文化センターの西館ですねあそうですね、はい、体育館の方で行われると、はい、対象となるのが小学3年生から6年生で保護者同伴となります定員がこれ40人ということですこれ申し込みが多い場合には抽選ということになりますそれから参加費は、はい、無料になりますはいでこの 応募方法なんですが、どうしたらいいんでしょうか。あそうですね、えっ、ー、と、七月の一日、月曜日から応募を始めます。コップ神戸のホームページの、えー、申し込みのホームがありまして、そこからの申し込みとなりますので、ねまあ、あの先着順ではないんですが、七、ね、月の二十日、土曜日まで受付をしまして、ねうん、え定員四十名になりますので、ぜひご応募たくさんいただければと思います。はい、応募多数の場合には抽選になりますが、当選者には七月の二十六日の金曜までに。 電話で連絡をと、ね、ということになりますね。いすはい。え詳しいことは広報室の方までお問い合わせください。はい、ということで、はい、当日は西宮ストークスのキャラクターのストーキーそれからコープ神戸のキャラクターのコーピーも応援に駆けつける、ね、ということですね。はい。楽しみにしてください。はい。この模様はラジオ関西の動画チャンネルまたはコープ神戸の商品検査センターのホームページからもご覧いただけます。今朝は。 コープ神戸商品検査センターの井川正道さん、大上博さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。